来た？はい、家戻りました。で、買ってきました。じゃあ、開けますんで、ますか、ちょっと皆さんに見せてもらいます。そうですね。うん、これ、スープターが一応2つ買ったんですよね。これ、スープターです。そう、スープター、俺たちも2人とも食べたい。2人とも食べたい。確実にうまいじゃないですか、スープターって。うわ、もう絶対うまいですね。こんな感じですね、こんな感じ。まあ、いいですね、いいですね。うわぁ、なるほど。ご飯もついて。いいですね。これが2つですね。はい、ところが。で、こっちが、こんな感じ。これは何でしたっけ、あのあれ、被爆、被爆焼肉飯ってやつ、うん、日本語で言うとね、こんな感じ。これ牛なのかね。これ豚だったと思いますよ、確か。あ、そう、はい、豚ですね、両方豚です。で、こういうところに説明もしてもらいます。あ、これが何だろう、これ。あ、これもついてきたんですか。うん、これはこれはあのあれですね、あのよく中華系の料理に、なんだっけ、チリじゃない、あれか、魚醤、魚醤、魚醤の何だ、あのな、なんだっけこれ、ナンプラ、ねえ、これなんだ、何でしたっけ、この唐辛子みたいなやつ。じゃあそれは後でここら辺に入れるのかな。まあこの辛いやつです、うん、辛いやつに醤油漬けのやつ、唐辛子、ね、この辺に説明書き出るかな。でこれはね、これ豆板醤かなんかじゃないですか。あ、そう、じゃあちょっと味見してみようか。豆板醤かなんかだと思います、おそらく。じゃあ一旦これで、これでトマトも入ってるんですね、こっちは。酢豚、キュウリとトマトが入って。一つちょっと俺は報告しなくちゃいけないことがあるんですよ。はい、キュウリが苦手って。あ、いいですいいですよ、ちょっといいですか、私が食べます。いや、硬化しますか、これって。覚えてる、キュウリが、キュウリが入ってなくないですか、これ、あんまり。ちょっといい、じゃあ、あ、いいですいいですよ、じゃあこっち、うん、じゃあ俺こっち食べます。優しいな。いいね、大丈夫大丈夫、大体基本何でも食えてる。じゃあ食べてみましょうか。実食行きましょうか。スプーンこれ一応もらったけどね。あ、そうですか。じゃあ、うん、あ、あります。あ、じゃあこれにしよう。一応これにしよう。ありがちな。これもこのレンゲのスプーンね。じゃあ一旦、じゃあ酢豚からいきますか。はい。じゃあいただきます。いただきます。この肉をね、こうちょっとこう持ち上げて、いったこれかな。こうやって。いいですね。こんな感じね。はい。じゃあ食べます。いただきます。うん、うん、いや、そこまで酸味はないですね。あ、そうだね、そんなに酸味はない、うん、酸味はないね、うん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 、肉の量多いね、肉の量、そうですね、うん、うん、まあまあ、すぐたあっちゃすぐたですけど、うん、うん、ちょっと日本人が思っている姿とはちょっと近い。あ、そうだね、感じは、うん、甘みが強め、そうですね、甘みが強めで、うん、辛くもないし、うん、うん、で、パイナップルとかも特にないんですよね。どっちかというとトマトと、うん、トマト、キュウリが入ってるって感じですね。キュウリ、ニンニク、ニンニクも入ってますね、うん、それから唐辛子、キュウリ、あー、なるほど、トマトとね、はい、じゃあちょっと、うん、うまい、うまいですね、うまいね。トマトどうですかね、ちょっといってみよう、うん、うん、うん、こんなすっごい味が濃いわけでもないし、ちょっとおじいちゃんはもう、うん、パピアもちょっとこれビールを、あ、ビールいきます、いきます、じゃあ全部もういきますか、えー、えー、乾杯、うん、あーあー、久しぶりに飲んだ、うまいな、やっぱり久しぶり、ああ、うん、あ、米食えなくなったの、何枚ビール。あ、そうなんですか。いや、で、じゃあ次これいきますか、これ。これ。それもうまそうだね。じゃあちょっと行きましょう。ちょっと、もう、つまして。はい。違うすぎるかな。輝いてるなぁ、豚の脂が。そうですね、これね。いいね、ちょっと行きましょう。ちょっとご飯にしよう。うん、お、うまいわ。もう結構うまいぞこれ。あ、うまいね、なんだろ、辛みあるね、ちょっと辛みありますね、うん、
なのでホイコーローのなんかタレみたいなのじゃないですか、うん、にちょっと似てる感はありますけど。あ、そうだね、うん、うん、結構辛いよね。辛いですか。うん、結構辛い。ペーパーちょうどいいですね。まあそう、うん、やっぱりさ、こんだけさ、チリを持ってるってことは相当な辛いもの好きっていうことでいいのじゃ。いや、これは、うん、これ届くんですよ、マクドナルドがグラブで頼んだら。こんないらねえのに。これだってマクドナルド何回頼んだってことで、2回、3回、もたくさん来るんだ。たくさん来るんですよ。あ、そう。じゃあこれで大体マクドナルド何回分ぐらい。2回分ぐらい。あ、そう。で、これはバーガーキングです、これはチリは。あ、溜まっちゃうっていう。溜まっちゃう。なんでこれ。これ、うん、これはあの、中国の火鍋のインスタント火鍋。へぇ、うまそう。マーラーって書いてあるんで辛いです、これ多分。はんはん、うん、でかいね。でかいですね。これね、うん、20リンキから30リンキぐらい売ってて。いや、結構すんね、うん、結構まあまあするんですけど、うん、でも結構俺これね、いいんですよ、一人で食べる火鍋としては気軽で。ああ、そう。で、水入れると、うん、自分で熱するんですよ。あ、本当だ。あ、熱くなる。自分にいる日みたいな。自分にいる日みたいな。これね、結構良かった、良かった、良くてですね。一時期ハマってて。もうそう、うん。これ紹介したいなと、後々思ってるんですけどね。じゃあ、これは、ぜひね、楽しみ。そうですね。後でまたやりますか、うん、これ。やりましょうよ、これね。これね、まあ、結構辛いんでね、これ。リアクションはいいかもしれないですね。辛い人苦手な人はね。いるね、一人で辛い人苦手な人は。そうですね。ちなみにどこで買えるんですか。これは、うん、あの結構割とスーパーでも売ってますよ。実は言うとイオンとかのノーハラルコーナーとかに結構。あ、ノーハラルコーナーに行かないとないんだ。ノーハラルコーナーは売ってました。あ、豚かこれ。牛だろ。あ、牛です、牛です。じゃあですけど、多分ハラルマークついてないんで、あのイオンとかの、うん、まあ、スーパーの、うん、ノーハラルコーナーに置いてあります。で、いろいろ味あるんですよ、これ、他に。あ、何種類もあるの？何種類もあります。味が。で、これマーラーなんですけど、マーラー以外の、なんか、辛いの苦手っていう人は、うん、なんか、バンチャって書いてあるやつ。うん、まあ、ちょっと、漢字はまあ、多分、どっかで出てると思うんですけど、うん、が、トマト味なんですよ。うん、そっちは、全然辛くないですね。あ、そう。うん、何種類やるの？ 3 種類ぐらい？いや、結構ありますよ。6種類とか、それがあるんじゃないですか。あ、全種類やるか。結構、全種類やりますね。うん、辛いのから、うん、ああ、なるほど、うん、それやりますか後で、うん、ああ、なるほど、それいいですね。結構ね、中国系の YouTuber さんはやってますね、うん、結構。日本人はあんま見たことないんですけど。じゃあ俺たちがやろうよ、やっぱり。やりますか。うん、おっさんマレーシア生活では人がやってないことやりたがるっていう、うん、そうですね。じゃあ後でじゃあこれ考えましょう。後でまた、はい、買おうかなって思ってんで。楽しみにしてください。日本で売ってんのかな、これ。うん、売ってないかな、うん。でも、カンテーロっていうね、これ、うん、ところなんですよ。うん。火鍋で超有名店ですよ、これ。日本にもありますよ、確か。あ、そう。で、マレーシアにもあります。あ、パビリオンとかにも普通に。あ、パビリオンなんだ。じゃ、結構高級店じゃん。結構高級店です、これ。あの、マグダムにもあったから。結構有名な火鍋の店で、うん、あの、世界展開してるんですよ、結構これ。いや、台湾の、うん、金台飯ってあるじゃないですか、小籠包の。うん、あのレベルで、あの中華界のティンダイハーみたいな感じで、はい、結構チェーン店出したんですよ、世界中に。カイテイロー、これ火鍋専門店ですね。あ、そう、うん、これあ、そう、あの、うん、美味しいらしいですよ、うん、店は。だからいつか行きたいですね、店の方も。行きたいね、行きたいですね。6段終わりし、6段天丼かお前。いや、すぐ行きたくて、ね、すぐ行きたくて、ね、ほんと食いたいんでね、もう。食うことしかね、ちょっと飯食ってる時に、飯食ってお腹すいたじゃないんだよ。飯食ってんのに腹減るって。やばいね、それ。これやばいわ。食ってるそばから美味しそうなんだよ。うん。これね、うまいよ。本当に、これ、美味しい、美味しい。あ、ちょっと、これ、あれ台湾のさ、ルーローハンだっけ、うん、あー、はい。あれに近い。ちょっと似てる。ちょっと似てる、ちょっとでも辛いよな、うん、こっちの方が。うん。じゃあさ、これ。トウガーちゃんかな、これ。なんか付属したやつ開けてみました、これ。なんかゴムがすっごい強力についてるよ。また例によってこうやってやるとすぐ剥がれるタイプじゃない。あ、そうですかね。うまくいくと。うまくいくと。グラブフードとか持ち帰りあるわけですね、これ。マレーシアとか。い
やー大変ですね。でも持ち帰りでしかも8時までじゃないですか店今ね。それがね結構厳しいんですよね。しかもみんなあらかじめ店閉めちゃうんですよ。昨日マクドナルド行ったら、うん、7時20分で閉まってましたよ。買えなかった買えなかったあそうで、しょうがないかな隣のチキンライス行った。いやだからさ8時に終わるからさ8時に閉まっちゃうじゃない、はい、だから急に腹減るじゃん。夜減りますだろ。減る減る減る。あるあるある、うん、あるあるある。で例えば俺なんかだとほら追い酒したいわけ。追い酒を、はい、追いビールを、追いビール、はい、だけどもうセブンイレブンも8時に終わっちゃうし、そうそうそう、うん、セブンイレブンがセブンエイトになってるからさ。そう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 、うん、それね。いやこれね、これが、はい、なんか辛そうなやつ。辛そうな、なんかこの辺つけて食べますか、うん、と一緒に。ちょっと単体でまず言ってくれよ。味単体でちょっとどういう辛いのか何なのか、どういうごま何辛しょっぱい。辛しょっぱい、うん、辛しょっぱい。豆板醤じゃないですか。ほぼ豆板醤だけどなんか複雑な味がする。いろいろ入ってるから味が。ああ、うん、あのナシレマの小魚の味がするな。そう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 魚介風味のやつが入ってますね、うんうん、入ってるね、うん、ナシレマとかさ言ってマレーシアの連中はあれだけど日本の見てる人たちは分かんないかもしれない。ナシレマっていうかサンバルかな。あサンバルか、うん、でもなほらナシレマにさピーナッツと小魚とさ、うん、のりサンバルとあるじゃない、はい、あの小魚の風味あるよね。ありますあります。あるよね。あれあれ。これね、こっちはどうですか。これはもうこれを知ってるんですよね味大体。開けたくない感じ。開けたくない感じ。開けたくない。これ別にいらなくねっていう。開けたくない感じね。これはね、うん、みんな知ってるでしょ。これはいいでしょレビューじゃなくて。うん、する？します？一応辛いよこれ。これ一応どんなか。これチリバリか確か。チリバリって言うんだね確か。そうそうチリバリっていう唐辛子かな。あうん。現地だとね。でも醤油漬け。これ中華料理屋行くと大体ありますねこれは。魚醤だと違うの。いやだってこれあれですよだって。まず匂いは。醤油。どこに移します。この辺に移します。じゃあこっちでもいいけど。うん、この唐辛子が辛いんですよ。これ。醤油自体はそうでもないと思います、うん、唐辛子がやばいんですよこれマジでこれがやばいんですよ。いくね。あでもこれまだマシな方です。店によって、うん、とんでもなく辛い時なんですよこれ。あそうなんだ、うん、今日はなんか抑えてますね。あでもほらそれはさ多分作る人のあれによってなんじゃないの。そうですかね。なんか唐辛子の素材によるのかな分かんないけど、うんうん、一応このチリバリのこの同じ唐辛子が一応この料理にも一応入ってて、うん、その影響でおそらくピリ辛なんでしょうね。ああなるほど。うんうんうまいね。うまいね。今度また頼もうかな。これね。うんうまいし、うん、うん。まあそんなとこですね。そんなとこですね。はい。まあ、あとはまあゆっくり食べたいと思いますので。うん。ロックダウン生活、楽しみたいと思いますね。そうね。うん。まああんまりね、文句言っててもしょうがないからね。そうですね。うん、しょうがない、しょうがない、ほんと。そう。だから、どうやってね、美味しいものを食って、うん。うん。楽しみしかない。楽しみしかないですね。だってもう飲食店ぐらいしかやってないじゃないですか。ほんとに。あと全部シャッター街で、洋服屋もやってないじゃないですか。まあかろうじて、スマホ屋ぐらいかな、やってるのは。スマホ屋なんかやってた。あそうサムスンとか、うん、ファーウェイとか、うん、あのなんだっけアップルショップがいろいろあるじゃないですか。あるね。なぜかやってた。あれは生活必需品なのかっていうのが微妙なんですけど。まあでも生活必需品なんじゃないの、うん、らしいですよ、ね、やっぱり生活必需品の店らしいですよスマホショップは。あそうだそういうなんかツッコミどころがいろいろ面白いっていうね。なるほど。じゃあ太っちょ専用のコカ・コーラ飲もうか。あ、コーラ行きますか。コーラ行きますか。ちょっとこれコーラ飲もう。これ、すみますか。うん、コーラ。やっぱりね、俺たちはコーラ好きだからね。これね。うん。
サーモン。なんだろうね、まあ、やっぱこうマレーシア来てから俺コーラをすごい飲むようになっちゃった。そうですね、確かに。日本でコーラなんか飲んでた？コーラゼロなら飲んでました。あ、そう、うん。炭酸が好きなの？それともコーラの味が好きなの？炭酸が好きでした。あ、そう。うん、ミツヤサイダーとかね。でも炭酸流行ってないだろ、日本で。みんな、あ、でもそんなないか。流行り始めてんのかな。いや、わかんないですよ。人によるんじゃないですか。嫌いな人は嫌いだし。俺、ずいぶん飲んでなかったけど、こっち来たらコーラばっかり飲んでるなって。しかも、コーラセブンって売ってないんですよね、ほとんど。なかですか？コーラと、バニラコーラ？はい。あ、あるじゃん、ノンカルの黒いコーラ。黒いやつ。でも、そんな店見かけますよ、それ。セブン売ってるじゃん。売ってます？いや、飲食店とかで。飲食店じゃないね。飲食店じゃないね。なんでお前だけすごいデカジョッキなんだよ。いやいや、しょうがないじゃん。行ってね、グイグイね、グイ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 、うん、あー、炭酸に合うんだろうな、飯が。炭酸ないとやってらんなくなっちゃうよね。炭酸ないとやってらんないっていう炭酸ないとやってらんない。もうだってずっと家にいるんでね、もうしょうがないですよ、もう、もう、もうこう、炭酸ぐらいないとね。炭酸とかね。ビールはちょっと。シュワッとしたいっていう。そうそう、ビールはちょっと高いんですよ。酒税高くて。あ、そうだ。そうそう、だからあんまりね、しかも体にアルコールがちょっとね、あれだからと思って。いや、高い！これいくらだっけ？これね、5リンギぐらい。5リとか8とかすんじゃん。8とかすんの、うん、そうですね。で、コーラはね、これも、これで4とか。4とか3とかそれぐらいやって。グイグイ飲んじゃうね。グイグイ飲んで、一回体を壊したことあります。うん、コーラ飲みすぎて。コーラ飲みすぎて。そうそうそう。なんか、そうそう。なんか、膀胱あたりめっちゃ痛くなったっつって。で、一回病院行って、なんか尿検査されて、うん、一応大丈夫だけどっつって、なんか、薬だけもらって帰りましたけど。で、それなんでコーラって、コーラと思う？いや、コーラ、ペプシ、ファンタ、なんか、一日に3、4本飲んだんですよ、2リットル。2リットル？いい加減飲みすぎてまして、で、炭酸飲みすぎたらやばいなと思って、お茶買ったんですよ。でもお茶甘いんですよ。それも砂糖めっちゃ入ってて。なんで甘いお茶にしたの？いや、なんか、なんだろう、なんか飲みたくなっちゃった。甘いの？甘いもの。それで、なんか体おかしかって、膀胱あたり痛くなって、病院行ったの。一回病院行って。あ、そう。これを3、4本飲むんだ。それちょっと体に悪いんで、それね。一回病院した方がいいです、これ。そうだよ。これ、俺なんかで見たけどさ、これの砂糖って、マジでこんぐらいなんだよね。そうそう、角砂糖めっちゃあるらしいですよね。角砂糖何個分みたいな。そう。でも美味しいからな、それも一番赤がオリジナルが一番うまいからな。そうそうそう。じゃあこればっか飲みすぎちゃうとゼロいくよ。なんか、あ、本当にこうコーラだっけみたいな。そうそう。なんか味おかしくないみたいな。そう、ある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 。コーラ、ね、ある。あるある。それはある。健康には気をつけましょうね。健康には気をつけましょう。本当に危ないんで、それは、うん。ついつい外国行くとさ、うん、飲み物がわかんないじゃん。はいはいはい、水だってさ、国によっちゃさ、アグアとかさ、なんか違う言い方したりするじゃない？そうすると、コーラだけは世界マジで共通。確かに共通。うん、ほんと共通。困ったらもうコーラとかコークとか言えば、いけますね。うん。それすごいよね、でもね、コーラってね。確かに。全世界、だいたい、これで、通じるんじゃないですか。そう、なんかね、俺、20年前かなんかに聞いた話だによると、うん、世界で一番話されてる英語って何だと思いますかって言ったら、ハローじゃなくてコーラだって。確かに、それはあるかも。そうでしょ？それはあるかも。うん。だから、コカ・コーラの世界戦略と、やっぱりこの、味は真似できないっていうね。そうですね、やっぱり、うん。優秀ですね、それは。優秀。まあ、楽っちゃ楽ですけどね、うん、海外に。ということで、もう一杯俺のコーラを。コーラうまいな。コカ・コーラ。コーラに飽きてペプシー行って。ペプシー飽きてスプライト行って。で、またコーラに戻ってくる。ファンタどっち派？オレンジ？紫？グレープ？でも自分好きなのライチですね。マレーシアで売ってるやつだったら。ライチ味美味しい。ライチ好きなんで。ライチのファンタは大好き。陽気を愛した。ライチ。いいですね。あ、そんなとこですね。はい。うん、頑張っていきましょう。行きましょう。MCO で6巻ですけども。はい。はい、またなんか動画撮ると思うんで。ごちそうさまとか撮りたかったの？いや、まあ後でまたゆっくり食べます。はい。